はい、どうも、ゆうたです。今回はちょっとタイヤのローテーションちょっとしていきたいと思います。まずホイールナット取ります。これはセキュリティのナットなんで、こういうやつ、こういうやつで外します。で、リアも緩めていきます。で、次ジャッキ入れてきます。これで一応タイヤ浮きました。後ろのタイヤの水はこんな感じで、まあ結構残ってますね。まだ5000キロちょっとしか走ってないんで、足回りこんな感じです。
とはちょっと万が一の時のために前にもジャッキ入れときます。今一応フロントも後ろでジャッキで上げたんですけど、フロントも今タイヤ浮いてます。だから剛性が高いんでフロントも上がっちゃいますね。あとはちょサイドブレーキも引いてギアも入れてるんで、で反対側のタイヤはあの駐車場の車止めにしっかり止まってるんで安心です。今取れました。フロントはこんな感じです。フロントのタイヤがこんな感じ。外側が、外べりがかなり激しいですね。純正でキャンバーがあんまりついてないんで、結構アンダー傾向なのもあると思うんで、フロントの減りが早いです。まあ重量的な、重量配分もフロントの方がかなり重いんで、それで前後ちょっと入れ替えたいと思います。今ちょっとこの外側同士を今並べたんですけど、やっぱり右側がフロントなんですけど、減り方がやっぱこう見ると全然違いますね。ブレンボが傷つきそうで怖いです。
フロントはこれで OK です。リアも戻してきます。それで終わりです。前後入れ替わりました。あとはちょっとジャッキ下ろしていきます。こんな感じで今入れ替え終わりました。